皆様こんにちは、ダンス初めての人大将です、まずダンスのステップをするということはある時と全く一緒なのでその場所で足踏みをしていきましょう。そしてステップするときにステップする靴を少し持ち上げます。20-30cm 膝を曲げ、ももを上げて持ち上げてからボンと下ろして全体重を乗せるようにします。そうすると反対側の足が今度は自由になってどこにも動かせるようになります。また同じようにももを上げて全体重を踏み替えます。まあその場所で足踏みをしている感じですね。よくある例としては、こういうふうにですね、膝を伸ばしてしまったまま踏み替えようとしたり、はっきり踏み替えがなされていないとどちらに乗っているのか自分でもわからないので、普通に歩いているような状況で片方に乗ったらすぐに片方は解放するようにしますね。つまり片方をステップしたら片方は力なくですよ、緩めて体重はゼロにしますね。左足をステップしたら右足はフリーにして、フリーですね、つまり自由にして体重をかけないようにします。歩く時と全く一緒なので普通に歩くことができればあなたは素晴らしいダンサーになれます。ではジルバの超基礎をしましょう。ジルバというのはすごく楽しい踊りですね。では頑張ってみましょう。男性のパターンをしますね。最初右足に全体重をかけて左足をちょっと自由にしておきますね。そして左足肩幅ぐらいに横にステップしましょう。スロー戻します。スロー。そしたら今度は左足を後ろに移動させて足踏みしましょう。クイック、クイック。スローというのは英語で遅いという意味ですね。で、クイックはスロー、スロー。クイック、クイック。クイックは速いという意味ですが、こういう掛け声をして踊るわけですが、クイックはスローの半分、つまり2分の1倍の、まあ、長さでいきますから、スロー、スローときたら次に、クイック、クイックと2歩素早くします。ゆっくり、ゆっくり、速く、速くですね。ですからスローはクイックの2個分なので、言い方を変えて数字で数えると1、2、3、4、5、6とこういうふうになります。まあ通常よく行われているスロー、スロー、クイック、クイックで練習しましょう。少し角度を変えてしますね。スロー、スロー。必ず全体重を乗せます。乗せて踏み替えます。右左代わり番号に踏み替えますね。クイック、クイック、スロー、スロー。クイック、クイック、スロー、スロー。クイック、クイック。横に2歩。横に開いて戻る。これをゆっくり、ゆっくりとしたら、前後にですね、足踏みをします。クイック、クイック。これを繰り返します。では、女性です。女性は男性と左右反対になります。同じようにですね、今度は女性の方は、美しい女性の方は、そんなにそうでない方も、左足に体重を置いてスタンバイします。右はちょっと浮かせるような状態で、右足からステップすることを意識します。やってみましょう。スロー、スロー。クイック、クイック。スロー、スロー。クイック、クイック。横に出、肩幅ぐらいに横に出ます。そして戻ります。必ず一歩一歩全体重を踏み替えますね。そして前後に足踏み、右足が後ろになります。クイック、クイック。スロー、
スロー、ね、クイッククイックとか2歩下がるとダメですからね。もう一度してみましょう。スロースロークイッククイックスロースロークイッククイックスロースロークイッククイック。もし数字で数えるならば123456123456123456ですね。ただ6まで数えるといってもジルバが6拍子ということではありません。4拍子の音楽に合わせるので、まあこのステップを1セットすると1小節半ということですね。もう一度男性女性してみましょう。男性です。スロースロークイッククイックスロースロークイッククイック。女性です。スロースロークイッククイックスロースロークイッククイックスロースロークイッククイック。では今日はここまでです。